分断を人の思いでつなぎ直す。それが共同だ。破壊を人の力で作り直す。それが創造だ。今、社会課題を解決するために私たちに必要なこと、それは互いを思い合うこと。対処的なリアクションではなく、未来予測を活用したもっと前向きなアクションによって。そのヒントはコモンズにある。共に資源を持ち寄り共に運用するコモンズという概念。それはWeb3 の新しい潮流とともに飛躍的に進化する。ブロックチェーンが結ぶ信頼の上に一人一人が自律的に立ち上がり、地球上のどこにいても自由自在につながることができる。まず富士通はその活動を育てるための土でありたい。それは同じ志を持つパートナーたちが安心して集い共同するための土台となるコンピューティングの技術。次に富士通はパートナーと共に汗をかく。知恵とアイデアと思いのすべてを持ち寄り、課題解決のための選択肢をシミュレーションによって具現化する。そして意思決定を共同して行い、そのシナリオを実行する。そこに光を当てるのはお金だけでは表せない意義と価値の可視化。自然や社会を再生する活動が価値となって流通し、新しい経済圏が生まれる。よく耕された土の上に新しい芽が生まれ、やがて見たことのない美しい花を咲かせるように。そう、私たちが提供するのは人間の知恵と行動が安心して結集できる Web3 プラットフォーム。さあ、共に踏み出そう。次の世界へ、次の時代へ。